エリカとサトルの夢冒険。1988年9月27日にナムコより発売されたアドベンチャーゲーム。開発はあの女神転生で有名なアトラス。このゲームが再脚光を浴びることになったのは発売から16年後の2004年のこと。開発者がこっそりと仕込んだ隠しメッセージの存在が発覚したのである。今回はその隠しメッセージが発見・解析されるまでの一部始終、さらには今回新たに判明したこともお伝えしたいと思う。それではまずは隠しメッセージのおさらいから。ゲームクリア後におしまいと表示されたら BGM が止まるまでおよそ90分放置する。その間写真の色が白黒、さらにセピアに変わる。そして BGM が止まったらワンコンの左と AB スタートセレクト、ツーコンの右と AB を同時に押す。すると海外のファミコン NES で発売された空手キッドの BGM が流れ始める。そう、空手キッドの開発もアトラスなのだ。次にワンコンの右と B とセレクト、ツーコンの右下と B を同時に押す。すると隠しメッセージが。とここまで来たら、さらにワンコンの上と AB を同時に押す。すると以上がエンディング後に隠されたメッセージ。続いては再開のパスワードにある10文字を入力すると表示される隠しメッセージ。みのり久美子清春と入力すると、本当はね、本当はエリカはみのりなんだよ、みのりはねお姉さんなんだよというメッセージが。網焼き定食さと入力すると、徹夜はもうお許しください岩田&山岸、ママ会社怖いよと入力すると、僕は決してママっ子じゃないんだ、ただ甘えん坊なだけさウドピュ、恋する大町くんと入力すると、言い出せないこの思い、少しでもいい、あなたに伝えたい、愛してる、T.O. というメッセージが表示される。さらには、ゲーム内で教えてもらえる再開のパスワードにも隠されている。5文字目、10文字目、13文字目を抜き出して並べてみると、いいか見てろ、貴様今に殺す。2人プレイ用のパスワードで試すと、やめたこんなやつら早く失せろとなる。それではこれらがいかにして発見解析されたのか、その一部始終を見ていこう。2004年1月29日、2チャンネルのレトロゲーム版に一つのスレッドが立てられた。エリカとサトルの夢冒険を語ろうな、あの何ともつかみどころのない不思議なゲームを語りましょうとのこと。これ何回クリアしたかわかんないな。懐かしいな。俺が初めてプレイしたアドベンチャーゲームだよ。当時の思い出に花を咲かせ、ゆっくりまったりと進行するスレッド。確かアイテムに電動こけしがあってびっくりした記憶がある。電動こけしかと。すれたてから3ヶ月が経過した2004年4月30日。一つの書き込みを境に、このゲームの運命が大きく動き出す。レトロゲーム版ができたばかりの頃、
このゲームのロムの中に開発者の一人の愚痴が入れてあるのを晒されてなかった？アップがどうたらだっけ。元祖最勇気スーパーモンキー大冒険。その当時すでに元祖最勇気スーパーモンキー大冒険の隠しメッセージは判明していたため、それとごちゃ混ぜになっている人も。いや、なんか同僚の悪口だったような。このゲームにもプログラマーの愚痴入ってたはず。確かグラフィックデータじゃなくてバイナリでどうのこうのとか。ごめん、俺も見方知らない。みんなの記憶があやふやだったためか、この時はこの程度で特に騒ぎになることもなく、スレッドはこれまで通りまったり進行。ところがそれからおよそ2週間後の5月21日、突如隠しメッセージの内容が書き込まれる。一部足りないところや間違い箇所もあるが、これはまさしく隠しメッセージの文章。投稿者によると、ロムデータを解析してみたらこのようなメッセージが入っていたとのこと。こんな夢いっぱいのカセットにドス黒いメッセージが入っていたことを知り、ショックを受ける住人たち。スレッドのスピードも徐々に上がり始める。そしてその1週間後には、罵倒されていた方の知り合いという人物が登場。知り合いが思いっきり罵倒されていて笑った。さんはマスターアップ直前に放棄逃亡する癖があるので、どこの会社に移っても大人気です。なる投稿が。ヒデムシ氏が彼に怒り狂っていた理由はこれなのか。こうなると仕込んだヒデムシとは誰のことなのかに注目が集まるが、特定には至らない。そんな中ポツッとつぶやかれたもの。クワムラはこんなの仕込んでたのか。ガセ情報なのか、ヒデムシ氏を知る人物なのか。スレ住人はガセ情報と判断したようでスルーされる。まだこの時点ではまさかゲーム内から隠しメッセージが見られるとは思われておらず、また徐々にスレッドのスピードも落ちていく。事態が急変したのはそれから2ヶ月後の7月31日。もう時効だろという一文とともに、ゲーム内から隠しメッセージを表示する方法が投稿される。もう時効だろ。エンディングまで行く。家族写真が出て終わり、そのまま1時間ほど放置。写真がセピア色になる。 1P&2P パッドの十字キーとボタンをある組み合わせで押す。カラテキッド US 版の曲に乗ってヒデムシ登場。先のセリフ入り。あのイカレッポ野郎、会社引っかき回して逃げやがって。この手順は確かに隠しメッセージの出し方。ただこの情報もいつものガセ情報と思われたのか、即座には反応なし。それから4日たち、ようやく試した人物が。写真マジでセピア色になったよ。ガクガクブルブル。あとはキーとボタンの組み合わせか。いろいろな組み合わせを試してみたけどダメだったよ。正確にはカラー白黒セピアだった。怖えよ。複数人が色変化を確認し、スレッドが騒然となる。もうこの際、この夏中にこの謎を解き明かすしかない。経過をどんどん報告してこう。経過ってどんな組み合わせで押したかとか、そんな感じ。小1時間試したけどわからねえ。2人用でクリアしないと無効。セピア色になる前に1回でもボタンを押したら無効。コマンド入力を1回でも失敗したら無効とか、そんな恐ろしくシビアな条件があるかもわからないし、油断はできないぞ。画面の色が変わるところまでは確認できたが、隠しコマンドがあまりに複雑なためなかなか次の段階に進めない。ついにはコラ画像が投稿されたりと、混乱状態の中スレッドが進行していく。進展がないまま迎えた8月18日、ロムデータから別の隠しメッセージが見つかる。これは特定のパスワードを入力して始めると表示される隠しメッセージの内容。もちろん当時は判明していない。そして翌日にはさらに別の隠しメッセージが発見される。それがこちら。実はこの隠しメッセージ、未だにゲーム内から出す隠しコマンドが発見されていない。そのまた翌日には、ロムデータの中に確かに空手キッドの曲が入っていることが判明。内部データに空手キッドの曲があるということで信憑性が高まってきた。
ヒデムシ登場の部分のグラフィックデータでも見つかればまた信憑性が増すんだろうなとは思う。実はドットエディタでロムデータを除くとヒデムシ氏のグラフィックデータはすぐに発見できるのだが、これは今だから言えることなのであろう。239で言われた 1P&2P パッドの十字キーとボタンをある組み合わせで押すのある組み合わせがなかなか判明せず膠着状態に陥るスレッド。同時にヒデムシ氏特定も進めるが、こちらも決定打はなく行き詰まる。がこの頃からこのスレッドの URL が様々なところに貼られ、だんだんと住人も増えていく。総当たりで試すしかないな。やれやれ、ヒデムシに惑わされっぱなしだぜ。半差しでヒデムシ画像が出たりしないもんかね。みんなどうしてパンドラボックス開けたがりますか？最後に希望があるからさ。そして8月22日深夜1時45分、239を書いた本人が再降臨する。239を書いた本人です。二度と顔を出さないつもりでしたが、荒れているようなので少し補足を。白状すると、実は自分は当時ヒデムシの同僚でした。これ以上は詮索しないでください。このネタは奴本人から直接聞いたことなのでデマではありません。内容が下品なのでこのネタは公表せずに墓場まで持っていくつもりでした。が誰かがロムを覗いてメッセージをばらしてしまったので、ついでとまでに公表しました。肝心のキーバインドですが、奴本人も忘れてしまったそうなので自分も知りません。あしからず。しかしゲームの最短解放資料をもらって一度だけ試してみたことがあります。セピア色写真の後、試行錯誤してボタンを押しまくったところ、確かに空手キッドの曲が流れ始めました。ただメッセージは出ませんでした。他に条件があるのか、さらにボタン押しが必要だったのか分かりません。それ以降も挑戦したこともありません。しかし曲は流れ始めたのは確かなので、ロジックが仕込まれているのは間違いないと思います。ちなみに空手キッドは同名映画をゲーム化したもので、 NES 用として海外向けに販売されたものです。これは奴が制作を手掛けました。ついでに、前の晩1回セックスしやがってとブータれていた彼女が空手キッドのミニゲームイベントをプログラミングしました。おそらく業界内では稀有な女プログラマかと。彼ね、一回終わるごとに背中の汗をタオルで拭いてくれるの、なんて自分から言ってるんじゃねえよ、オラ。それから横山さんはヒデムシとは別人です。ヒデムシはもうこの業界にはいません。もう50歳近くになる年齢ですが、生きているのかも怪しいところ。風貌がプログラマというよりホスト系、機械より女が好きだったので今頃水商売でもしていることでしょう。なんと239はヒデムシの元同僚。そして様々なことが明らかに。スレッドは興奮する人々がいる一方、懐疑的な見方をする人々もいて熱気を帯びる。そして朝を迎え、10時35分、ついにヤスドンの解析により隠しコマンドが判明する。確認に90分かかるため、最初に反応があったのはちょうど12時過ぎ。出たー、すげー、合成圧。マジだって、信じてくれって。セーブデータもアップするから、使い方わかる人は使ってくれ。そのうちムービーも撮る。俺が悪かった、土下座して謝る、許してくれ。それから続々と反応が集まる。マジだ、やべ、マジだ、マジ。過去最高潮の盛り上がりを見せるスレッド。かくして2004年夏、発売から16年を経て、エリカとサトルの夢冒険の隠しメッセージ第1弾が解明された。きっかけとなった投稿から解明までおよそ4ヶ月。まさにスレ住人とヒデムシの夢冒険であった。ここで一つ気になること。この投稿を見ると、このスレッドが立てられる以前にすでに隠しメッセージの存在は確認されていたようだ。調べてみたところ、
初出と思われるスレッドを発見した。それがこちら、エリカとサトルの夢冒険。立てられたのは2001年2月28日、先ほどのスレッドのさらに3年ほど前。18を見てみると、スラムイメージの中のメッセージ文字列解読してみ、プログラマのザレ言が延々入ってるぜ、名指しで悪口言われ放題、笑。言われた連中は知ってんのかな。見方を教えてほしいというレスに対し、隠しメッセージを一言一句間違えることなく全て投稿。自分で発見したのか、関係者から巡り巡ってこっそり耳にしたのかはわからないが、隠しメッセージに関する情報をウェブ上に初めて書き込んだのはこの18の人のようである。過疎スレであったこともあり、これに対する反応はこの2つのみ。その後脱落し、注目を浴びることはなかったようだ。時は流れ、2012年6月、エリカとサトルの夢冒険のスレッドに新たな隠しメッセージを発見したとの投稿が。発見したのはパスワード解析が趣味という男性。夜中に発見し、あまりの怖さに嫁を叩き起こしたそうだ。いいか見てろ、貴様今に殺す、やめた、こんな奴ら早く失せろ。これが隠しメッセージ第2弾である。間髪入れずこの男性によって第3の隠しメッセージも発見される。みのり久美子清春、網焼き定食さ、ママ会社怖いよ、恋する大町くん。この謎の4種類のパスワードからの隠しメッセージである。次々と見つかる隠しメッセージにスレ住民も困惑。冷静と情熱の間で発見者の投稿に釘付け。2004年第1の隠しメッセージ発見、2012年パスワードから隠しメッセージ発見、2020年も2004年当時のスレや、このスレを見て懐かしんだ人が何か見つけるかもな。そう、今年がその2020年。この夏、新たな隠しメッセージは発見されるのか。覚えておられるであろうか、まだゲーム内での出し方が見つかっていない隠しメッセージが一つ残っていることを。こちらである。文章的にはゲーム中断時やエンディング後のような気もする。開発コードネームはパラダイスと呼ばれていたようだ。 DDS2 というのはエリカとサトルの2年後に発売されるデジタルデビルストーリー女神転生2のこと。これを出す隠しコマンドの発見は果たして。第2第3の隠しメッセージ発見者もこれを出す方法だけは全くわからないと語っておられた。腕に覚えのある方、この謎にチャレンジしてみてはいかがだろうか。判明した時は1番に4スタに教えてね。続いてはやはり気になるヒデムシ氏に名指しされていた人について。感謝されていた人を取り上げてみたいと思う。ただここからは確証があるわけではないため、半信半疑でご覧ください。まずは美味しいとこだけ持ってった岡田さん。アブノーマルな性癖をお持ちとのことなので飛ばします。完成までソープを我慢した山岸くん、残念ながら判明せず。続いて途中参加で頑張った岩田くんは岩田雄一さんの可能性。1990年発売のファミコンビックリマンワールドではゲームデザイン、1995年発売のスーパーファミコン魔人転生2ではプロデューサーを務めておられた。次は一番きつかったであろう藤村ウドピュ。一人の人物なのか、藤村さんとウドピさんという二人なのかは不明。おそらく藤村さんのフルネームは藤村秀樹。1990年発売のファミコンビックリマンワールドにサポートとして参加されている。続いてはこちら、高山さんはおそらく音楽の高山博彦さん、工藤さんは不明、鈴木さんは女神転生で有名な鈴木和成さんの可能性、マッキーさんは音楽の増子司さんの可能性、金子さんは女神転生のデザインで有名な金子一馬さんの可能性、
相原さんはおそらく流星野郎として広く知られている相原聖吾さん、心の天使さとちゃんは新女神転生などでデザイナーを務めておられた佐藤沙和子さんの可能性、伊賀くんさんは不明。次、奥さんのバースデーにエリカとサトルを捧げられた横爺さんはおそらく横山秀幸さん。1987年6月にアトラスの取締役開発部長についておられる G とはゼネラルマネージャーの G だろうか、それともジジイの G だろうか。そしてカズムシ、秀虫氏の奥さんか彼女かはわからないが親しい間柄のようである。元同僚に機械より女が好きだったと暴露されていたが、いくら女遊びをしても帰る場所はカズムシの元だったようだ。ということで感謝されていた方々にスポットを当ててご紹介してきた。ここであともう一人だけ、秀虫氏にいろいろと暴露されていた大町達也さん、2018年というかなり最近の動向が判明したためご紹介。大町さんのことを語っておられたのはゲームクリエイターの鈴木和成さん、女神転生スタッフ対談インタビュー内の益子司さんとの会話の中で明かしておられた。それによると、なんと大町達也さん YouTuber になられたとのこと。そして昔のアイドルの動画をアップしては事務所からのクレームを受けて消されているらしい。外国人にすごく受けているとも。なんということでしょう。チャンネル名が知りたい。そしてここに来て新情報、あなたの知らない隠しメッセージの世界。なんとこの動画マスコ司さんまで届いた模様。そこで明かされた新たな真実、マスコさん、秀虫氏が仕込んだこの隠しメッセージの存在を当時から知る数少ない一人だったとのこと。なんということでしょう。一体何人ぐらいがこのメッセージの存在を知っていたのであろうか。それでは最後に最も気になる秀虫氏について、元同僚さんの言葉を信じるなら、2004年の段階でもうゲーム業界にはいない。ルックスはプログラマーというよりホスト、機械より女が好き、会社を引っかき回して逃げたとのこと。2004年当時で50歳近くとのことだったので、2020年現在は60代前半といったところか。そしてこの書き込みを覚えておられるだろうか。クワッパはこんなの仕込んでたのか。スルーされた書き込みだが、この名字に合致するクレジットが書かれたゲームが1本だけ存在する。それがこちら、ビックリマンワールド激闘聖戦士。1990年7月27日にハドソンから発売されたロールプレイングゲーム。実はこのゲームも開発がアトラスなのだ。そしてエンディングのスタッフ欄には、これが正解なのか不正解なのかは当時のスタッフにしかわからない。4スタではここまでで調査を終了したいと思う。このエリカとサトルの夢冒険、ゲームよりも隠しメッセージで有名になってしまったが、ゲーム自体は面倒くさいところがあるものの、ストーリー、グラフィック、音楽がうまく融合し、唯一無二の世界観を醸し出していて面白い。未プレイの方はぜひ一度やってみてはいかがだろうか。ん？懐かしい曲が流れてるじゃないか。あの頃は良かったな。みんなファミコン大好きだったもんな。それに引き換えなんだ今のガチャは。やっと編集終わった。毎週ちゃんと動画アップしろだと？ざけんじゃねえ。この場でお礼しちゃうよ。いつも見てくれてありがとう。チャンネル登録もしてくれてありがとう。今後ともよろしく。